こんにちは、ベンマックスです。今日はですね、今日のお題はチプカシですね。このチプカシは最近再販な、11月の中に中頃ですね、再販になって発売されたっていうものみたいですね。で、型番が AE の 1200WH の 1A ってありますね。この黒い、タイプと、あとシルバーのタイプで、ここは確かなんか、ステンレスかなんかでできたやつがなんかあったんですけれども、これはですね、定価がここで見る限りは特に書いてないんですね、6500円とかって言ってたんですけれども、これ私アマゾンで3900円ぐらいで買いました。で、一応なんかカシオさんのタグの中では10年動きますと、バッテリーが、で、あと、100分の1のストップウォッチに100メートルの防水で、あとは、GMT 機能と、あと LED ライトですね。なんかこんな風にオレンジ色にか、まあ、光るわけですね。で、今は、時間の、普通の時間のモードなんですけれども、これがもともと GMT がついてたのか、ちょっとわかんないですけど、最近の G-SHOCK って GMT が結構ついてるんで、特段珍しくはないのかなと思うんですけど、ここに世界地図があって、それがちょっと面白いかなっていう感じですね。で、これが今、私今日撮ってますのが、11月25日ですかね、今日は。で、午後4時21分と、ということになってます。で、モード切り替えは G-SHOCK と一緒ですね。これが GMT の、時間ですね。これが、どこだろう、ちょっと、わからないな。ですね、これはどこなんだろう、なんか南アフリカのあたりがちょっと濃くなってますよね。南アメリカの方もそうですね。グアムって書いてありますね。ちょっと私には見えづらいな。こんな感じで、メキシコか、これはメキシコですね。なんか時間がチャイナとかあります。で、この世界地図のところに、その時間の、が表示されるっていう感じですね。はい。で、その後は、これは1時間のアラームですかね。で、あとはこれは普通の時間で、アラームを鳴らす機能ですね。1、2、3、4、5、6、5本
と、逆算の1時間の逆算の、ストップ、タイマーです、うん、でこれは何だろう、あ、これが GMT でですね。で、これがストップウォッチですね。あ、100分の1ですね。ん ?100 分の 1?100 分の1出てますかね。あ、100分の1出てますね。はい。すいません。100分の1出てますね。まあ、こんな機能があります。でね、最近のカシオさん G-SHOCK もね、なんかちょっといいなと思うと 2,3 万しちゃうし、昔みたいに逆輸入で 9,000 円でね、なんかいろんな種類選べて集めて楽しいっていう時代じゃなくなっちゃったんで、非常に残念なんですけれども、まあこんなチップ貸しでもなかなか使えるんで、私はこれこういうのありだと思います。まあちょっとつけてみますね。ずいぶん長いな。長いバンドですね。逆輸入だから、まあ外人の手に合わせてるんでしょうけども、うん、つけた感じこんな感じです。うん。やっぱ面がでかいですね。まあこんな感じにいいアクセントに。なりますね。ここは完全にあの時間を今の4時26分を指しています。こんなもんですかね。まあお値段も安いんでね、興味が、これ見てちょっと興味があるっていう方は買ってみてもいいと思います。メイドインチャイナって書いてあって、なんか中国工場で作られたみたいなんですけれども、まあ日本人が中国に行かされてライン監修しながら作ってると思いますので、その辺はカシオさんしっかりしてると思うんでいいかなと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いいたします。